高山市長の国島です新型コロナウイルスの全国的な感染拡大を受けて国は岐阜県に対して緊急事態宣言を発令しました期間は8月27日から9月の12日までです現在感染拡大の第5波を迎えウイルスは感染力が非常に強く 若者でも重症化している例のあるデルタ株にほぼ置き換わっていると言われています岐阜県においては自宅療養者ゼロを目指していましたが急増する感染者に対応することが困難な状況になっています今回の感染拡大の特徴は感染者のうち約8割が 40代以下の方であるなど若い方に感染が広がっていることですまた帰省した家族や友人との会食などで感染している例も多く挙げられています今後このまま感染者が増え続け自宅療養をせざるを得ない状況になった場合は医療体制が脆弱なこの日田地域では 救える命も救えない恐れがあります。また、通常の診療にも制限が行われ、適切な医療を受けられない可能性も予測されます。この感染拡大に歯止めをかけ、命と暮らしを守る、そのために、市民の皆様にお願いいたします。1点目は 猛威を振るっているデルタ株に対しても基本的な感染防止対策が有効ですのでマスクの着用、手指の消毒手洗い密の回避などの基本的な感染防止を徹底して引き続きお願いいたします。2点目は、人のの流れの大幅な抑制を促進するため 昼夜を問わず不要不急の外出を控えていただくようお願いいたしますその日どうしてもやらなければいけないことなのかどうかを考えて行動をお願いいたします事業者の皆様へもお願いいたします酒類カラオケ設備を提供する飲食店などの休業を要請いたします それ以外の飲食店や大規模施設は営業時間を20時までに短縮していただくよう要請をいたします指定された全期間において協力いただいた事業者へは協力金が支払えますまた今回から新たに20時以降の勤務抑制や屋外照明の夜間消灯などの 協力もお願いさせていただきます市の公共施設につきましては原則利用を停止させていただきますまた市主催のイベント行事などについても中止や延期を行いますご不便をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたしますその他小中学校では 分散登校や授業時間の短縮などを実施させていただきますが保育園や学童保育は通常通り開園いたしますただし体調不良などを感じられる場合には通園などを見合わせていただくようお願いをいたしますご不明な点については市が設置しています 新型コロナウイルス相談窓口までお問い合わせご相談ください。窓口は市役所本庁地下1階に設置いたしております。お電話番号は36-002436-0024へお問い合わせください。平日午前9時から午後5時まで 解説しております1年以上にわたり市民の皆様には外出自粛や時短要請感染防止対策などに取り組んでいただいております日常生活を制限するお願いの連続で大変ご不便をおかけいたしますが一層強い危機意識で感染対策の徹底をお願いいたします 大切な家族、大切な人の命と健康を守るため、感染しない、感染させないを合い言葉に共に取り組んでまいりましょう。最後に市民の皆様には、噂や不確定な情報に惑わされず、冷静な対応をお願いいたします。心ない噂話が、感染された方やその家族、 職場に対する差別を生み人を傷つけることがあります何気ない一言が相手には一生の心の傷になることがあるのですストップコロナハラスメント新型コロナウイルスは誰でも感染する可能性があります思いやりと優しい言葉が広がりますよう皆様のご協力をお願いいたします よろしくお願いいたします。